かいやつが強いになっちゃうんですね、はい、だけど横になるとこっちが強い、もう水平の動きは入らない入るんじゃない、履き物を変えることですよね。じゃあ、大島先生、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちょっと僕のチャンネルでは、はい、サッカー選手だったりとか、結構そのフィジカルコンタクトをやるする、はいはい、プロのスポーツ選手をよく見させていただいてるんですけど、はい、で、まあ、トレーニングとかも一緒に見させてもらってるんですけど、どうしても重いとか、うん、でかいやつが強いになっちゃうんですよ。はい、でなくて、使い方とか、ちゃんと体使えば、重くて大きいやつにも勝てるんじゃないかと思ってまして、はいはい、なんで、どうぶつかったら、小さくても勝ちにいく方法であったりっていうのをちょっと教えていただきたいなと思いまして、はい、ご教授お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、We're gonna make it cheer, higher jumps, faster runs. Nothing can stop you now. With Sasaki Sports Socks, you'll be the best, no doubt. Sasaki Sports Socks, Sasaki Sports Socks.強いっていうのは、はい、やっぱり身体的な物理的なフィジカルの部分に関しては、はい、やっぱり差はつくんですよ、はい、例えばこうこっち見てもらって両手出してもらってですか、この状態で体重をかけても、まあ、体重よりも上の方からかける方が強いわけですね、うん、だけどこれがってなると相手は崩れるわけです、はい、正面で当たらないが一つ大事なところですね、はい、で次に当たる時に、この状態はやっぱ相手強いんですよ、だけど横になるとこっちが強い。おお。へえ。さっきのやつや。内反足と。内反足でそうですね。内反足で横に動くことで全部の重心が揃った状態を運ぶんです。だから重いに決まってますよね。でこの内反足の移動を身につけると、まあ、例えば当たりに負けないっていうのは横に並んだらこう分かるんですけど、この状態ですよね。はい、この状態で当たると大きいフィジカルが強く勝つんですけど、この重心が足の裏で左右に膝で動くと絶対にいけないんですよね。はいはいはい。そういう理由は簡単な理由で、例えば体重でドーンって当たるとすると、うん、この部分の上の重さの勝負なんです。これすごいあるあるです。これめちゃくちゃあるあるです、はい、でこの上の部分の勝負となると上から押さえつけた方が絶対強いんですよ、ね、だけど先ほどの式でも説明したんですけど水平の動きは耐えられない、うん、なるほど。だから水平に移動する方法は膝とお尻を移動させる。わそう負けない。やっぱ浮いちゃうかってさっき言った。うん。浮いちゃう。おいおい。ちょっと軽すぎるやん。ちゃんと入るわよ。ちょ普通に一回当たってみていただけますか。はい。あこれは大丈夫です。体重かけるあたりだったんですよね。ああああでも膝のお尻を一緒で当てると、強さは一緒ですよね。強さは一緒なんですよ。だから水平にどうするかと。こうだとこういう振り子の動き、逆振り子の動き。ああだから最後はもっと支えられちゃうんですよ。ああだけどこれがこっからおーおお水平に動けば浮いちゃいます。だから入って例えばサッカーのように入るんだったら、お尻で入っていく。ああこれサッカーであるあるなのが下から上に持ち上げたくなるんですよ。はい。だからさっきと一緒ですよね。そうですよ。そうそうそう。下から上に持ち上げると、はい、あ、そうです。はい。抑え込むんで、はい、ぐっと抑え込んで、でこう。なんですね。だけど水平だと。ああ、なるほど。これを練習するには最初どうしたらいいですか。これをやり続けるってことですか。この当たってバランスを取れた状態をお互いに作って持ち合いするんですよ。はい。でこれを足だけ入れて。おお、はい、おおすごい。おおっていう練習をします。ちょっといいですか。よし。明日。そうそうそう。そう。あ。でこれで押してたりとか、うん、力使ったらそれ違うと思うんですよね。まあ押しても最初はいいんですけど、この体をこう固めないことですね。あ手を出しちゃう。例えば体が固まってこういくと、はい、お互い同じ格好してるのか。はい。あ、終わります。だけどこうすると相手も崩れちゃう。はい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 。で、さっき言ったように肩甲骨が上がれば、はい、あ、持ってかれちゃう。めちゃくちゃ面白い。山下先生、めちゃくちゃ強いっすね。いや、なんか失礼な言い方なんですけど、物体がぶつかってくるみたいな、一つの。そうですね、無駄な力を抜いてるんで。力じゃないですもんね、これ、はい、揃った状態をいつも作って歩いてるんです。これが僕の今の稽古なんですよ。歩くだけ。揃うってどういう状態ですか。
姿勢が人ってたわむんですよ。あの例えばこんにちはってやると、はい、前に転がらないですよ、ここね、はい、でもね、頭を下げてるわけだから転がってきそうなイメージあるじゃないですか。ああ、このだけどお尻を引くことでバランス取ってるんですよ、うん、人って重心が安定することを好むんですよ、はい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 、その本能的に、はい、でそれを安定した状態でいると重心が外に出ないんですね。外に出ないってことは打撃力は重心そのものなんで、はい、出てこないわけじゃないですか、はい、でそれを出すためになお体を作ってないと、はい、何やっても力が出てこないんで相手に打撃が効かなくなります。ところが常に出す準備をした姿勢とかまで動きすると、はい、そこに出すつもりでいるだけで全部の体重だと思う。それはさっきのもうこの2人チャンネルの時に全部詰まってるってことですよね、はい、詰まってます。今のも一緒で、この足と手を揃えることで重心を移動するんで、外に出してるわけですよね、重心を。はい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 、はい、で、その相手の重心を奪ってるわけです、はい、なるほど、なるほど、出す準備をしてるわけですね、はい、あー、なるほど。いきなりそれを用意して出せって言われても多分何でも難しいと思うんですよ、はい、いきなり体当たりして勝てって難しいと思うんですけど、はいはい、例えば毎日歩きながら足の裏の重心どこにあるかなって考えたりすると、はい、すごい、はい、どの動きでもできるんですよ。その日頃イメージする感覚の練習をもっとあの足の裏の感覚に移しちゃう。そうするとつい当たり負けで姿勢も悪くても負けない。足の裏の重心がそれは好まない、そしたらそのなんですか、出ないで耐えることもできてくると、うん、はい、っていうことですよね。ここで全部足の裏の感覚でしかないんで、皆さんなんか最後に聞いていいですか、はい、足の裏の感覚を良くするトレーニングって何をさせますか、最初に。まあ、履き物を変えることですよね。おなぜかというと今普通の人大体スニーカーかまたスポーツシューズ履いてると思うんですけど、はい、スポーツシューズは直線的な重心がかかる打撃的な重さに関してはすごい強いんですよ、はいはいはい、クッション性が高い、はい、逆に日頃からクッション性が高い靴を履いてると足の裏の重心が逃げてくるんですよ、どんどん。ああ、分散して自分がどこに立ってるか分かんなくなる。はいはい。そうするとみんな足首ずれたり骨盤に歪んだりして、はい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 、全部靴なんです、はい、だからまあ下駄とかにこだわらなくてもいいんですけど、例えば僕だったらビルケンシュトップのサンダルは必ず履くようにしてて、で足の裏の重心を感じやすい硬いもの、裸足までいかなくていいんですけど、はい、であとあの土踏まずがちゃんと前後に動く、はい、で重要なのはやっぱ足親指に体重がかかるっていうことです。で日頃から親指に重心体重かかってるかなって意識をかければ、例えば親指に体重かかってないと軌道が遅いんですよ。だけどかかってることは早いんですよね、うん、確かに。そう、何も見えない。軌道を速くするのは自分の重心の用意の位置なんです。それがずっと後ろにあったりずれてるとやっぱここから入るのが時間かかっちゃうんですけど、はいはいはい、ちゃんと勝負する段階で親指の方に体重かかってればいつでもいけるんですよ。なるほど、確かに指が浮いてたらもうまずつけるところからスタートってことですよね。1、2になっちゃう。はいはいはい、もう1を用意しておけばあと2だけですからね。っていう感じでサッカーであろうが何だろうがどんなスポーツでも自分の足の裏の感覚、体重の感覚だったり、あと親指に体重をかけられるかっていうかができればいいし、あとは腰が悪い、足が悪い、関節が歪んでる人ってそうですけど、自分の足の裏の体重がどこにかかってるかを考えるだけで改善されると思う、という感じです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。佐々木スポーツソックス We're gonna make it cheap Higher jumps, faster runs Nothing can stop you now With 佐々木スポーツソックス You'll be the best, no doubt 佐々木スポーツソックス佐々木スポーツソックス。面白かった。全部やるだけ失礼です。全部面白かったんですよ。格闘家の方以外も山下の先生からこれ習うことはできますかね。はい、今日スポーツ選手も結構いろんな方ですね。そしたらもし僕のチャンネル多分格闘家以外の方も見てる方いらっしゃると思うんで、はい、興味ある方は概要欄に山下の先生の動画載せさせていただきますんで、はい、ぜひ行ってみてください。はい、ちょっと僕も練習します、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。